ヨハン・カールズスケは、ドイツのバイオリニスト、ズデー・テンチホ・ライヒ・エンベルクの生まれ、記事のオーケストラで、第二バイオリン奏者を務めていた父・フランツから、音楽の手ほどきを受けた。第二次世界大戦後のドイツ人追放を受け、1946年中林演習の、グライツに移り、同地のコンサートマスター、ビリー・ブライスに指示する。1948年から、バイマル音楽大学で、 1951年からは、ライプツィヒ音楽大学で、ゲルハルト・ボッセに指示。1954年、首席ビオリストとして、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団に入団。1956年、第二コンサートマスターに転じ。1959年には、ヨアヒム・ハンチュクの公認として第一コンサートマスターに昇格。1955年からは、 ホルスト・ザンネ・ミュラーに代わり、ゲバントハウス四重相談の第二バイオリン奏者を務め、1962年にはメンバーとして国歌賞を受賞している。1962年にフランツ・コンビ・チュニーの推薦で、ベルリン国立歌劇場管弦楽団のコンサートマスターに移籍し、1965年にはズスケ四重相談を結成した。その後、 1975年にマンフレッド・シェルツアーの公認として、ライプツィヒゲバントハウス管弦楽団の第一、コンサートマスターに戻り、2001年までその地位にあった。また、1977年、ゲバントハウス四重相談の第一バイオリンの座が、死のボッセから、ズースケとなり1993年まで務めた。1991年から2000年までは、 バイロイト祝祭還元楽団のコンサートマスターを務め、NHK 公共楽団の客演コンサートマスターとしても来日を重ねた。現在、長女コルネリアは、ゲバントハウス還元楽団の首席ハープ奏者、長男コンラートは、副第一コンサートマスターをそれぞれ務めている。ありがとうございます。